Thank you.
お腹すいた？せーの、いただきます。召し上がれ。さいちゃんのアジフライはね、うん、僕はこのソースをつけなくてもね、味がしっかりついてるのが好きなんだよね。しよっかしょね。いただきます。いただきます。これよ。これっすか。うん、うん、美味しい。美味しい。うん、危ない。よだれ垂れそうだった。もう食べてるのに。うん。美味しい。美味しい。うん、いい感じに揚がってます。本当？よかった。これね、この骨せんべい。ちゃんと揚がってるかな。ね。どうしよう、まだ硬かった。あ、いけた。味ついてる？しっかりついてます。よかった。ビール飲みてー。あー、今ね、お昼だからね。うーん、飲みたくなっちゃうね。うちらいつもアジフライはなぜか夜っていう決まり。なんか飲みのね、そうお供だったけど、あ、飲みて。今日は定食にしてみました。我慢します。我慢します。じゃあこのアジフライもみんな定番中の定番の作り方だけど、みんなも作ってくれたら嬉しいね。本当にね、美味しいからやってほしい。薄衣がポイントだね。やっぱお惣菜のやつって衣どうしても分厚かったりとか脂っこかったりするけど、うん、本当にね、うん、カラッと揚がっててね、美味しい。うん、よかった。みんなも食べて、ま、作るね。お願いします。毛利さんちでした。またね。バイバイ。バイバイ。くしゃみ。